皆さん、こんにちは。渡辺くるみしです。では、今回は、綺麗な語、アクシューズの脅威部位。アクシューズ編、続きをプレイしていきたいと思います。宇宙は完全に制圧完了しています。この後、地球侵攻作戦を継続していくんですが、早速、攻略目標を、マドラス、オデッサとして展開していきましょう。我が軍はこれより、マドラス攻略作戦を開始する。目標はインド東岸部マドラスである。諸君らの健闘に期待する。マドラスとオデッサは同時に攻めたいので、続いてオデッサも発動します。我が軍はこれよりオデッサ攻略作戦を開始する。目標は中央ヨーロッパオデッサである。かつてこの地で敗れた同胞たちの無念を晴らすため、再びオデッサにジオンの旗を打ち立てるのだ。オデッサの攻略作戦はハマーンの演説の他のものに比べて中身がちょっと濃くなってますね。では舞台進めていきましょう。ハマーン自らエンドラを率いてオデッサに進んでもらいます。まずマドラス基地ですね。アクシューズ軍12、エウゴ軍12というのがユニット総数になってます。戦力的には互角ですが、エウゴの方はどうだろう、機体機影を見る限りリクディアスやジムぐらいしかいなそうなので、まあ我々の方が有利に戦いそうな感じはちょっとしてますね。では早速舞台進めていきましょう。バウに関しては変形してちょっと移動力稼いでおきましょう。敵はジム2が中心ですね。まあ、一部リスクリアスやガンキャノンタイプのものも見えますけど、まあ敵ではないかなと思います。このままマドラス基地制圧していきましょう。ここに敵でエマシーンがいましたね。フルアーマーガンダムマック2。まあ、これもただバウに乗ったデルの敵ではないと思います。これで壊滅させてマドラスを取りましょう。マドラス取ったら、マドラス上空の部隊をね、地球に展開するなり、宇宙の他の場所に展開するなりということで、また、傭兵が広がりますので、さらに攻略が加速するかなと思います。俺の力見せてやるぞ。続いてオデッサですね。マドラス取りましたのでオデッサにも入ります。オデッサはエウゴ軍が12、アクシズは12ですね。ごめんなさい、10ですね。まあ、ただ数では劣ってますが、こちらはキュベレーのハマーもいますので全く問題はないかなと思います。そのままここも進軍していっちゃいましょう。ではこちらも交戦状態に入ります。バウの3スタックでリックリアスに挑みます。まあ、量産機とワンドール機の違いはありますけど、圧倒できそうですね。お前は自分の力というものを知らなさすぎる。ハマーも攻撃を仕掛けていきます。全く問題なさそうですね。このまま部隊を敵の総統に向けて進めていきましょう。なんとメガライダーにブライトが乗ってました。あんまり見ないシチュエーションですね。大佐のブライトがメガライダーに乗ってます。これ、早めに仕留めておきたいと思います。最後はメガライダーに乗ったブライトを撃破して、オデッサを攻略完了です。まあ、短期間で、オデッサとマドラス、この2つが取れたのは大きいですね。地球侵攻がスピーディーに進んでいきます。アクシズ艦隊による地球侵攻作戦は成功に終わった。ダカールの地球連邦政府はザビ家の復興を正式に認め、ハマーンの恫喝に表向きは全面降伏した形となった。だがかつてザビ家失墜の原因となった地球制圧はまだ始まったばかりであった。ではマドラス、そしてオデッサに続いて北京の攻略作戦発動します。我が軍はこれより北京攻略作戦を開始する。目標は東アジア北京基地である。
諸君らの健闘に期待する。一気に北京まで部隊なだれ込ませたいと思います。報告します。グレミートド様がアーガマの撃破に成功しました。グレミーがアーガマを撃破してくれましたね。これサイコガンダムマーク2を送っておいた方が良かったです。アーガマを撃破することができました。ありがとうございます。サイコガンダムマーク2早々にね、あれを使いこなすのは難しかっただろう。誰にやらせたのだ。すごくいい点になりましたね、はい、かねてより研究を進めていたニュータイプ LP プルとプル2の働きによるものです。ほう、噂ではなく本当に存在したのだな、ニュータイプ部隊とやらは。ニュータイプの研究成果は提出しろ。よいな。了解しました。アーガマを打ち破るとは、グレミーのニュータイプ部隊、実力は確かなようだな。ニュータイプ研究所が強化人間の被験者としてパイロットの派遣を求めています。条件を検討した結果、これキャラが強化人間にできますね。キャラスーンの強化を実施しましょう。強化人間になって帰ってきてもらいたいと思います。了解しました。キャラスーンをニュータイプ研究所に派遣します。では北京に部隊進行させます。エウゴ軍12、アクシズ軍11という編成の差があります。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵を見るとこれはジム2とネモですかね、まあ、今の我々の敵ではないと思いますので、しっかりここを短い端でね、撃破して回りたいと思います。さてこの北京攻略戦には強化人間として帰ってきたマシュマーも参戦してます。能力だいぶ上がってますね。耐久反応格闘、このあたりはかなり秀逸かなと思います。これもね使って撃破していきましょう。はい、最後はイリアのバーグでジム2を攻撃して北京の攻略完了です。いや、バーグが本当に強いですね。ここまで融合を寄せ付けない、まあ、そういう戦いができてます。これでハワイとオーストラリアにも部隊を送れるようになりましたね。ちょっと展開するには部隊数が、まあ、少ない、乏しいかなというのはありますけども、すでにオーストラリアは一部の部隊上陸させてますので、このまま進行戦を行っていきたいと思います。宇宙ですけども、サイコガンダムにプル2、これを乗せてグラナダを、まあ、挟み込むような配置にしてあります。これでね、宇宙はしばらくの間放置できると思いますので、アクシズの増強をしつつ、宇宙から地球へと、進行作戦を継続していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。